クリスチャン・ルブタンブランドの最も顕著な特色として知られるレッドソール・クリスチャン・ルブタンはフランス出身の同盟のファッションデザイナーの制作による1992年設立の女性向けの靴のブランド。高級婦人靴の他各種服飾雑貨を展開している。モードへの挑戦とも取れるスタッツ使いが特徴のブランドである。主に ハイヒールを専門に取り扱っており、高いヒールを特徴とする。またすべての靴の裏地が赤くデザインされているのが、目立った特色となっている。これは靴底に赤いマニキュアを塗るというルブタンの着想に基づくもので、レッドソールとして知られている。フランス・パリイックに位置する1991年11月21日開業の、レアール・チクジャン・ジャックルソー通り路面第1号店を、はじめ、 世界各地に90以上の直営店を設置。2012年には化粧品部門にあたるクリスチャン・ルブタン・ボーテが発足、創業5発の化粧品事業進出となった。デザイナーを務める男性クリスチャン・ルブタンは、1964年1月7日、家具職人の父親と専業主婦の母親の下でフランスのパリに生まれた。子供の頃から、婦人ファッションに興味を持っていた。 1979年にパリの街角を歩いていた折、国立アフリカオセアニア美術館の前で観光客の女性に木製の床を傷つけないように注意する看板に気がついた。この看板が気になりバックルで締め付け底がついた靴をデザインし始める。10代の頃にこのタイプの靴の絵ばかり、学校のノートに描いて長時間過ごしたことを認めている。 このラインの靴が後日デザイナーとしてのセールスポイントとなる。カナダのバータ靴博物館に展示されたクリスチャン・ルブタンのハイヒール靴のデザインに対する興味は常につきなかったもののファッション界に対する興味は当初はなかったという。やがてパリのダンスホールやパーティーに顔を出し始め、そこで女性たちに対し自作の靴を試してみるよう申し出るなどしていたものの、 お金がないことを理由に大部分の女性から断られていたという。1980年に有名ミュージックホールのホリー・ベルジェールに職を得た後、1982年から当時クリスチャン・ディオールの靴を制作していたシャルル・ジョルダンのもとに移り、シャネルやイブ・サン・ローランなどでフリーランスのインターンシップを経験。そして1992年、 ルーブル美術館近くのアーケード街にブティックを開業。これがブランドの幕開けとなった。ブランドの象徴はレッドソール。これはデザイナーのルブタンが工場内で出来上がり直後の靴のソールに赤色のマニキュアを塗ってみたことから生まれた偶然の産物であったという。米国内ではこの赤い靴底のデザインを商標登録している。2011年にはこの デッドソールを模倣されたとして、大手ファッションブランドのイブサンローランを、米国の連邦控訴裁判所に提訴、結果、この商標権の正当性を一部認める判決が、翌2012年に下されるに至っている。米国マイアミの実店舗地元フランス以外にも、世界各地に店舗を展開。2012年には、ニューヨークに、米国初の男性向け店舗が開業。 日本では2013年末の時点で7店舗を営業。内東京、銀座の店舗と東京、南青山の店舗が路面店となっている。靴製品の平均価格は1000ドルから4000ドル。マドンナやレディー・ガガ、サラ・ジェシカ・パーカー、並びにブリトニー・スピアーズ、日本においては浜崎あゆみなど、世界中のセレブリティに人気の高い靴ブランドとして知られている。 他にコール・キットマン、カトリーヌ・ド・ヌーブ、アンジェリーナ・ジョリーなどといった面々による愛用が著名で、さらにサンドラ・ラブロック主演映画、あなたは、私の婿になる、ペネロペクルス主演映画、法要のかけら、アマンダ・セーフライド主演映画、タイム、タイム、エマ・ワトソン主演映画、ブリング・リングなど、ジャンルを問わず様々な映画に登場しても来た。 芸能人やモデル、スタイリストなどのファッション関係者の間でも愛用者が多い。顧客のブレイクライブリーの名を冠したザ・ブレイクがあり、日本ではモデルのリカはデザイナー本人がリカのウェディング用にデザインした靴を履き結婚式を行った。その様子は世界弾丸トラベラーやスイート等の雑誌にも掲載された。ありがとうございます。